刀剣乱舞無双。お、いいね。頑張ってみるよ。今日はオールスト。秀吉様は私にお会いになるつもりがないようだ。豊臣家の繁栄に固執し、かつての正直なお心まで忘れてしまわれたか。ならば仕方あるまい。今一度私が天下人の在り方を教えて差し上げなければ。やはり歴史改変の流れはとどまっていないのか。黒田官兵衛は豊臣秀吉への謀反を企てた。コロコロと風向きが変わるものだね。しかし確実に本来の流れに収束しつつあります。中心にいる人物は限られていますので。黒田官兵衛と豊臣秀吉、この確執を収めれば整理はつくか。しかし今回の合戦場はどこになる。史実に存在しない戦いになるんじゃないか。黒田官兵衛が襲うのは秀吉の居城聚楽亭です。へえ、それはまた。正史から考えれば大掛かりな歴史改変になりかねないが、どんな企みがあろうとさまつなこと。本来の流れに戻し調査完了させるだけだ。堂々としたものだ。一つ聞いてもいいか。何か。お前は主がいた頃にどんな話をしたんだ。なんでそんなことを。主は何を考えて俺たちを胴舞台にしたかが気になった。隊長はお前でも構わなかっただろうし。さあ俺に聞かれても。だが少なくとも気まぐれではないだろうな。もし俺とお前を組ませていたことに理由があるのならば、ヤマンバギリ町議何かな。これまでの合戦は助けられた。俺もだいぶ遅れたが、これからはお前と話をしていきたいと思う。まったく本当に鬱陶しいね。勘弁してくれないか。嫌だ嫌だ。何なんだ。義士が検出されました。仕切り直して。黒田官兵衛の謀反はなぜ起こった。まずはそこを突き止めるところから始めないと。釈然としないが、分かった、進めよう。わずかですが秀次事件の周辺に正史とは異なる動きが見られますね。秀次は豊臣秀吉の甥だったが、見るに城に呼ばれた上で斬られているな。小牧長久手の戦いでは
秀吉と共に出陣していた。それなりに目をかけられていたんじゃないか。史実でも豊臣秀次は秀吉の命で死んでいますよ。秀吉が実の甥を殺したと。天下統一後、豊臣秀吉には実子秀頼が誕生した。秀吉は秀頼を溺愛し、跡取りにと望んだはず。すでに関白の座を譲ってしまった甥は不要となり、始末したというところだろう。しかし、殺める過程が本来の流れから変わっている点は、子細を改めておいた方がいいかな。よくわからない。警戒すべきは黒田官兵衛のはずだが、豊臣秀吉も乱心しているのか。とにかく調査だ。急ぐぞ。新たな流れが検知されました。あの化け物たちは一体。豊臣軍の姿も見られたような。まさか叔父上が差し向けたのか。なぜですか、叔父上。いたぞ、豊臣秀次だ。護衛もない。一人追いやられている状況だな。仕方ない。おい、豊臣秀次。何者。事情は知っている。護衛役は俺たちが受けたまわるよ。渡りに船だろ。なんと、お助けいただけると。どうかお願いいたします。まあ、戦場の分析もできていないようだ。厳しい道中になると覚悟してもらおうかな。ああ、俺に構うな。捨てればいいだけだ。私の身、あなたたちに委ねましょう。屋敷までよろしく頼みます。ああ、任せておけ。道中はどこに敵が潜んでいるとも知れない。怪しいところは調べながら進もうか。後ろか。早速刺客のお出ましだ。これでおしまいなんてわけにはいかないかな。さほど甘くはないだろう。油断はできない。秀吉はそこまで自分の老いが邪魔なのか。この分だとまだまだ出てきそうだ。遠距離からの攻撃か。敵の意図に気をつけろ。捕まると厄介だ。ここはさっさと敵の懐に入り、
切り伏せてしまおうか。速やかに済ませようか。そこだ。ぶった切ってやる。敵に死を与えたよ。厄介な敵は片付いた。敵はうまく姿を隠しているな。いいですね、お見事。潜むとしたらどこだ。毒のないクラガイ、思いつくのはこの辺り。おや、ここにも。早く片付けようか。これで終わりか。いや、数が多い。豊臣秀次から目を離すな。死角の襲撃、これで本当に終わりなのか。いいですね、お見事。ここにいるのこれで怪しい路地は全て確認した。この一帯から死角の気配はなくなりました。先へ進みましょう。ここだ。
くれば大丈夫かな。ここからは私一人で参ります。あなたたちの護衛に感謝。さて任務に完了か。本領を発揮しようかな。まあこんな付き合いも一興かな。これで豊臣秀次は無事伏見を抜けたが、今回の時間素行軍の動き、やはり。はいはい、考え事は後だ。調査は完了、騎乗するぞ。結局今回時間素行軍と結託していたのは豊臣秀吉ということになるのか。これまでの時間素行軍を牽引してきたのは明らかに黒田官兵衛のはずだが、もしかすると歴史改変の流れを俺たちが阻む中で敵方にも予期せぬ事態が起きているのかな。黒田官兵衛の策を抑えたことで豊臣秀吉は本来の天下人たる手腕を発揮し始めた。大胆にも黒田官兵衛のやり口を真似て時間素行軍に汚れ仕事をやらせ始めたわけだ。時間素行軍の目的は歴史改変だ。官兵衛と秀吉双方に乗ったんだろう。黒田官兵衛と豊臣秀吉、二人が描く流れでより混迷を深めているということか。厄介だな。ただ状況を見れば主流を握っているのはあくまで官兵衛だ。いずれあちらから動きを見せるさ。あの場所が賑やかになりますね。よし、調子が出てきたぞ。感謝する。また陰気な偽物くんがいる。それにいつもよりどうもまとう影が濃いような。どうせ俺は陰気だ。だから戦場でも俺の偽物にかき乱される。ああなるほど、戦場では俺の偽物は出なかったからな。偽物くんが二振り生じた方が不気味で恐ろしい。だからあれほど騒ぎになったのかもしれないね。そうか、俺は不気味か。なんだ、そこまで声を落とすことか。言っていただろう、陰気な仲間はやりづらいと。不気味の域まで達するといよいよ改めなくては。今度は軽い闇を深刻に受け止めすぎじゃないか。何なんだよ一体。